今回でラストになりますが、最終回は母性と父性についてです。まず母性ですが、女性的を意味する単語にフェミニンがあります。これはするや吸わせるを意味するフェが根っこにあります。ここから授乳するという意味につながり、このフェがつくものには豊かさを示す単語がしばしば見られます。まずフェリシティですが、豊かな実りから転じて幸運という意味につながります。それと同じ季節でフェリックスという似た単語もありますね。またフェは女性の豊穣性や生産性を示すので、フィーカンドは多産な、土地について言うと肥沃な、人一般について言えば想像豊かなという意味になります。幼児語で母親をママと言いますが、このママは乳房も意味するようになり、マメリアは哺乳類、そしてマンマルは哺乳動物を指すようになりました。次にパーとかパトで世話をする、養う、守るなどを意味していて、そこからパーテルが父親を指すようになりますが、これはファザーとつながりがあります。さて、養うから一歩踏み込んで草を食べさせてやるイメージからパスチャーで牧場を指すようになります。そこから家畜の群れを世話するのがパスターで、羊飼いを意味しますが、迷える子羊を導くイメージで牧師を意味するようになりました。ギリシャ神話のパンは家畜や羊飼いの神で家畜を守ってくれていました。ところがその家畜は集団で騒ぐことがあります。これは神様のパンが引き起こしている、つまりパンの強行でパニックという言葉ができたらしいです。さて、パーテルが父親を指すので、パトリがつくと何かしら父のイメージを持つ言葉が多いです。まずパトリアは家族や家系を指しますが、昔は男系だったのでパトリと結びつきました。次のパトリシアンも男系種族の族長というイメージから貴族や名門を指すわけです。そうした人たちは目下の者を保護する存在だったので、パトロンといえば保護者や後見人を意味します。保護者は手本として見られるようになって、そこからできたのがパターン、つまり手本、そして模範という単語です。つまりパターンはパトロンから生まれたわけです。最後に父を共にする者、つまり同胞というイメージからパトリオットができ、これは愛国者を指しますが、これはもともとは同胞という意味だったんですね。今回で最後になります。ご清聴ありがとうございました。